スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二です。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールサンでブランディングプロデューサーを務める安藤隆二が実践に培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さあ2020年も残すところあと1ヶ月と少し、毎年1年1年が早く感じられますね。そんな今年はコロナ移植で大変な年でしたが、ニューノーマルな時代に求められる企業として2020年の残りも一緒に頑張っていきましょう。ということで安藤隆二がお送りする今回のブランドプロミス、番組前半では僕がこの1ヶ月で感じを行ったブランディングのトピックスを紹介していきます。そして番組後半では地域を元気にするゲストをお迎えして会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどを語っていただきます。80回目のゲストは2回目のご出演となりますが、この中で新しい展開をされるということでお呼びいたしました。三重県鈴鹿市に本社を置き、東海関西エリアを中心にイタリアを代表するオートバイドカティの修理販売、オリジナルパーツの開発販売を行うショップデライトグループを展開する有限会社デライトの片岡誉さんをお迎えして、その熱い思いに迫ります。ぜひブランディング技術のヒントにしてください。安藤隆二のブランドプロミス。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。安藤隆二のブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス、この番組は毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践に培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さてここ最近1ヶ月なんですが、暑い日が続いた日が急にね肌寒くなって、ちょっとコロナがねこれで増えてくると嫌だなぁなんて思いながらこう日々を過ごしてるんですが、そんな中でねやっぱり新しいこう世の中になってくんだなっていうところと、国策で動いてる GoTo イートとか GoTo トラベルとか、そういったものを利用してやっぱりいろんなことをチャレンジしていかないといけないんじゃないかななんて思います。僕もこう日々テレビを見たりだとか新聞を読む中で結構面白いトピックスがあるんですよね、ニュースがあるんですよね。で全然違う職種や全然違う例えば事業をやってる産業の方たちが発信してる中でも、やっぱり元気な人たちってキーワードがあったりすると思うんですね。ですから元気な人たちがなぜ今このコロナ禍の中で商品が売れているのか、なぜこのコロナ禍の中で新しいことにチャレンジできるのか、そういったことをですね、やっぱり元気な人の周りには元気な人が集まりますし、そういった元気な市場や元気な産業の中にはですね新しいビジネスチャンスがありますので、そういったところでいろんなチャンスを掴んでいくってことが大事なのかなと思ってます。で僕自身もこの11月12月この冬に向けて一歩一歩なんですが、講演がやっぱり増えてきましたね。とありがたいことに週2回ぐらいリアルオンラインで講演をやっています。ですからそういった意味でね、やっぱ新しいことにみんながチャレンジしていかないと地方が元気になっていかないということで、それを応援する方たちもたくさんいますので、そういった機会がありましたらぜひ前のめりにですね講演や勉強会にも皆さんも日々チャレンジしていただいて、新しいことにチャレンジする、そんなきっかけをつかんでいただくといいのかなと思ってます。そんな中で僕も全国また回ってますので、そういった活動、あとねこの頃ブランディングのトピックスをね YouTube で本当3日2回流そうということで、 YouTube でブランディングを1000本切りということで、毎日毎日日々感じたことを3日に1回 YouTube でヒントを発信してますから、そのヒントをみんなで見ていただいて、自分たちの会社のブランディングに何か役立っていただいたらと思います。 Facebook、Instagram もリアルタイムで発信してますから、ぜひチェックしてください。
さあこの後はお知らせを挟んで地域を元気にするゲストをスタジオにお迎えいたします。安藤隆二のブランドプロミス。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。さてここからは地域を元気にするゲストをお迎えして、会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきます。さあ80回目のゲストは2017年4月以来2回目のご出演となります。三重県鈴鹿市に本社を置き、東海関西エリアを中心にイタリアを代表するオートバイドカティの修理販売、オリジナルパーツの開発販売を行うショップディライトグループを展開する有限会社ディライトの片岡生まれさんをお迎えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は2回目ということで、以前はこのディライトグループがどういう会社で、片岡さんがバイク屋をどうしてやろうかっていったね、なんかそんなこといろいろ細かく聞いてたんですが、はい、実は今日お呼びしたのはコロナ禍の中で新しいチャレンジを片岡さんがするということで、はい、やっぱ元気のいい話を皆さんに伝えたいということで、はい、今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。といえど、前回ちょっと聞いてない方もいるかもしれませんので、デライトさんってどういう会社なのかということで、はい、ちょっと先ほど僕がね、ドカティのショップもやってますよと、オリジナル商品を開発してますよとは言ったんですが、はい、具体的にまずじゃあスタートはどこからスタートなんですか。そうですね、スタートはですね、うん、1990年ですね、30年前ですかね、はいはいはい、オーバーレーシングっていう鈴鹿で日本で第3のコンストラクターと呼ばれてる佐藤健生氏率いるオーバーレーシングっていうところに、はい、85年ぐらいに就職しまして、はい、でそれから僕はドカッティが好きで、ずっとこうオーバーの面接もドカッティで乗ってきたりみたいな、そういうところでありましたんで、はい、販売店をしようっていうことになって、はい、で90年に一人出て、要は部門別っていう形ですかね。で90年に始まったのがデライトの最初っていうか。じゃあ社内ベンチャー的な感じで。そうですね、一人だけ出てっていう風な感じですね。じゃあこの頃っていうのはオーバーの一部門として。そうです、そうです。デライトという屋号のお店ができて。そうです。そしてこの時からもドカッティの販売店だったんですか。いや最初はですね、はい、もちろんそのドカッティのその販売店も地元にありましたから、ディーラーが別のショップさんがやられてたんですけども、はい、うん、ドカティがちょっと取り扱えなくて、うん、国産の空冷の4気筒のカスタムとか、あとはそのどこに行ってもこうちょっと修理ができないというようなクラシックのオートバイとか、はい、もうほとんど修理とかカスタムとか専門でやってましたね。車両の販売っていうのはできて、どうでしょう、2、3年経ってからかなって感じですね。じゃあまあその時から今もだいぶマニアックなんですがこだわりは古いバイクというかね、クラシックバイク、はい、僕も大好きなんですが、うん、なかなかでもこのクラシックバイクって扱いが難しくて、はい、以前ちょっと別件でね、片岡さんにもお話を聞いたんですが、はい、古いバイク僕は乗り継いでて、例えば信号で待った時に、はい、クラッチをこう外せないと要するにアイドリングでエンジンがね、今時の車、今時のバイクでアイドリングしないなんていうのはまずないんですけど、クラシックバイクはそういうもんだと思って乗ってるんですなんて話したら、でしょでしょって言われて、それが嫌なんだよねって話だったんですが、そういったとこから始まってるんですか。そうですね、やっぱりこうクラシック本当に楽しくて五感をくすぐって、はい、もちろんどんな状況になってもやっぱりクラシックっていうのは好きなんですけど、うん、ある日ちょっと待てよって、アイドリングがしないバイクってどんなんやろとか思い始めてクラシックでもね、はい、アイドリングをちゃんとさせるっていうことはできるだろうしっていうような、そういうところからクラシックちょっと安定させたりとか、
お色漏れが普通じゃなくて、はい、何か工夫すればクラシックなんかはね、はい、漏れるってなったら入ってる証拠だとかね、はい、そうですね、僕もそう思ってました。そういうところなんですけど、お色漏れなんかでも止めることもできますし、はいはい、もちろんその今よりも加工技術はねやっぱり昔なんかは低いんで、はい、どうしてもそのエンジンのケースに巣穴があったりとか、はい、今ではないようなことがあるんで、うん、オイル漏れはあるんですけど、けどどうにか工夫すればそういうことも止めれるっていうようなところで、自分でいろいろ工夫したりっていうのが結構好きで、そうするとそういった技術をある意味こう高めていって、当たり前のことなんですけど、そのバイク業界ではねちょっと不思議ですけど当たり前じゃないですよね、うん、そこってね、はいはい、僕もこの間聞いて、あ確かに当たり前だけど、オイルって漏れても入ってる証拠じゃんとかイギリス車だから夏はオーバーヒートするとかなんかこう先輩たちがそう聞いたことをね、はい、継承して乗るのがかっこいいと思ってましたけど、はいはい、確かにそうじゃない機械ですから、うん、精度を高めて工夫すればちゃんとしたオートバイができるということなんですね。そうですね。そういった技術力っていうものをとことんとことん一人でではなくて、はい、その後会社としてこう磨いていくことですよね、はいはい、今はそうするとデライトさんって何人ぐらいの体制でやられてるんですか。今は17人ぐらいですかね、はい、拠点はどちらにあるんですか。三重県鈴鹿市が本店で、はい、それから名古屋市の名東区に今一つ、うん、それから奈良県郡山市ですね、そこに一店あります。こちらはドカティショップって言われるドカティのディーラーさん。そうだ、ストアって言うんですけど、はいはい、あのドカティストアっていう専売店ですね、はい、で鈴鹿ドカティ鈴鹿っていう屋号ですね、はい、それから名東区の方はドカティ東名名古屋って言います、はいはい、で奈良県の方はその転覚を取ってなくてデライト奈良ですね。基本はドカティっていうものにこだわって、はい、そうです。そのこだわりがね、この間も鈴鹿のお店に行ったら、はい、ドカティっていうのはイタリアのバイクですから、僕もこうイメージするのはイタリアっていうと、まあ、それこそフェラーリとか車で言ったら、はい、あとファッションもね、はい、インテリアも要するにデザインが素晴らしいっていうので、はい、オリジナルバイクのデザインはもう素晴らしいなと思うんですが、またその中でもカフェレーサーのかっこいいオートバイがこの間ありましたよね、はいはい、あれなんかは、はい、自分たちでもそのパーツを作られたりするんですよね。そうですね、オリジナルパーツを作ったりとか、それから僕もちょっと年取ってきたって言ったらあれなんですけどクラシックも好きですし、はい、やっぱりその新しいそのオートバイも好きですし、はい、っていう風なところでいくと、クラシックっていうのはちょっと手間がかかるところもあるので、理想としてはこうクラシックスタイルの中身は今風のっていう、はい、壊れないアクセル開けたらスッと進むし、サスペンションとかね、その辺もわりかしよく操縦できるっていう風に。ですからコンプリートバイクなんかは見た感じはそのクラシックなんですけど、中身は新しいみたいな、そういう風な感じで作ったっていう。なんか噂に聞くと、あのバイクはもう世界一のデザインだと選ばれそうになったことがあるという。そうなんですね何年前、2年か3年ぐらい前にスクランブラーのコンテストがありまして、はい、世界中からそういうスクランブラーをカスタムした、はい、120台か30台ぐらい、はい、まあ、エントリーしてまして、はい、全世界から投票されるんですけど、はい、もうあの締め切りの 2,3 日前まではトップだったんですけどちょっとあのババッと他の外国のあのショップさんに抜かれちゃってみたいなで3番になっちゃったんですけど、まあまあ結構皆さん支持していただいたっていうようなコンプリートバイクを作りましたね。あのまま売っててもおかしくないななんていうようなね、本当にこう綺麗なオートバイなんですが、そんな中で、まあ、片岡さんそういった技術にしっかりこだわって裏打ちされて、やっぱそういった技術者も育成しながらオートバイの販売をしてっていうことでこだわってられてるんですが、そんな中で片岡さん自身が、はい、それこそオートバイっていうものの楽しみをね、はい、広めようということで、ご自身先ほど若くはないと言ってましたが、今おいくつでしたっけ。今59ですね。59、もうだいぶヴィンテージになってきてますね、はい、そんな中で、はい、レースやってるんですよね。そうですね、ある日突然って言ったらあれなんですけど、51歳の時に選手権レースって言って、はい、この辺で行くと本ちゃんのレースですかね、わりかしこう今からライダーで食べていきたいとか、うんうん、そういう人たちがこう選手権を走るんですけど、はい、そこで51歳の時にそのレースに出て、そのレースに出ないと国際A級に昇格できないんですけど、
一応あの鈴鹿の8時間耐久レースっていうビッグレースがあるんですけど、はいはいはい、世界選手権それに51歳の時になぜか出たいなと思いまして、はい、でそれからその選手権レースを走って、はいはい、まあまあ8体にも無事2回走ることができたんですけど、60歳で8体にもう1回出たいなっていうので、うん、まだ地方戦を走ってるっていう感じですね。それこそバイクショップのオーナーなんで、はい、監督としてね、レースを仕切ってる方は結構いるじゃないですか。ご自身がプレイヤーではなくてですね、プレイヤーとしても、まあ、草レース的なね、はい、ヴィンテージの本当に趣味のレース、イベントレースに出られる方も、はい、僕も社長さんとかで見られるんだけど、はい、本気なんですよね、これは。そうなんです、本気なんですよね。ですから年が3倍ぐらい違う、まあ、18歳の選手とかですね、はい、もう関東でバリバリ走られてる人と一緒に走るとかですね、まあ、そんなところですね。この本じゃ51歳から59歳までの中で、はい、一番こう成績出した時はどういう成績が出てるんですか。その A 級に昇格するっていうのが地方戦を走ってポイントを取らないと、はい、その A 級に昇格できないんですけど、はい、年間4戦で40ポイントを取らないとダメっていくと、だいたい5位以内に毎回入っとかないと、はい、ダメなんだ。ダメなんですね、はい。で16年に昇格できたので16年はその40ポイントを取って、はい、で最後のレースにシリーズランキングがそれで決定するんですけど、はい、あの最後のレースに優勝しまして、でその年のシリーズチャンピオンにあら一等賞になったわけですか。そうなんです。それはちょっと自分でもびっくりして、レースが終わってもそのシリーズチャンピオンになったって分からずに、はあ、そのレースは優勝したんですけど、シニアクラスじゃないんですよ。じゃないんですね、これこれは普通の、はい、地方選手権。バイクに乗り始めたのっておいくつですか。あの皆さんよく言われる、まあ、16歳から免許取れるんですけども、うん、四国なんで、まあ、田舎なんで、うん、緩かったん、ね、まあ、田舎だから16歳以下でも乗っていいっていうことはないんですけ ど, すけど、ね、田んぼがね、はいはい、あの近くにいっぱいあったりとか、同級生のお兄ちゃんが乗ってるね、乗ってたりとか、ご多分に漏れず、はい、あの裏山でちょっと早熟なっていう感じですかね。でもそうすると10代から乗り始めたとして、今60歳ですから45年ぐらい、45、6年 40年ぐらい、まあ、そうですね、45、6年は乗ってるかなって感じですね。はいはい、よう飽きないですね。いや、まあこれ未だにこう上手に乗れないっていうか、ね、そうですか。チャンピオンまでなって、いやいや、もう未だに上手に乗れないっていうか、あですからもうちょっと上手に乗れへんかなみたいなのがやっぱりありますね。ですから今年もそうなんですけど、やっぱりベスト更新、はい、59歳でしたりとかですね、ですから60歳とかね、60歳ぐらいまでにベスト更新してですね、はい、60歳で今が人生の中で一番早いって言いたいですねかっこいいまあでもそうやってこうご自身もやっぱり今でもバイクが大好きで、はい、楽しんで、でもやっぱそれでプロのレースの世界も走ってっていうことで、やっぱこうお店作りをしていて、ファッション性の強いオートバイを販売しながらも、そこではなくちゃんとこの曲がって止まって動いて事故のない世の中をっていう、そういったところはすごくやっぱこだわられてるんですか。そうですね、やっぱり危険なものっていうのは長続きがしないですし、やっぱりこう不安なものっていうのはその安心して乗れなかったりとかするんで、その辺はやっぱり最低、楽しんだり喜んでもらうためには、はい、やっぱりこう安全じゃないとその辺はできないかなっていうようなところなんで、そんな中今このコロナ禍の中でね、はい、なかなかこういろんな産業が厳しいなっていう中で、はい、新しいチャレンジをされるということで、はい、まあ、これはまあコロナの前から準備されてたことではあるかと思うんですが、もともと名古屋のインターのすぐ降りて栄方面に行くと、左側にある東名名古屋店というものを引っ越しをされて、ちょっとスケールを大きくするということで、はい、そうですね、12月の5、6でオープンなんですけど、うん、小牧市の方にですね、はい、41号線沿いに新しくドカッて東名名古屋リニューアルオープンっていうんですかね、ちょっと場所を変えて、はい、お客様がもっと来ていただきやすく、うん、中でくつろいでいただけるようなスペースを作ったりとかですね、そういうところでちょっとリニューアルオープンっていうような形で、はい、やらせてもらいます。実際お話を聞いていくと、今回のリニューアルオープンでもちろん整備工場であったり車両がたくさん見れたりだとかっていうことも大きなスペースで力を入れてるっていうことですが、はい、それ以外のところで何か今回の目玉というか
前からね、あの、うん、お客様に、うん、そのご自身のオートバイ その整備されてるところっていうのは見ていただけるっていうようなところで、名古屋も鈴鹿も奈良もそういうふうにちょっとガラス張りにしてるんですけども、うんうん、はい、それプラス今度スペースがそんなにこう大きくないもんですから、うんうんうん、ちょっとお客様にくつろいでいただくスペースとかその辺もちょっと狭かったんで、はい、その辺を広めにとってですね、整備の間待っていただく時間とか、はい、お友達というかお連れさんと待ち合わせるときに、うん、まあ、使っていただいたりっていう風なスペース、うん、ちょっとスペースを多めにとって、うん、あの中にいて楽しんでいただけるっていうようなスペースを設けてます。お店を通じてディライトを通じて仲良くなっていく方たちが非常に多いっていうのも特徴だというのをお聞きしたんですが、そうですね、はい、お客様同士が仲がいいっていうかですね、もちろんそのお友達同士で、僕たちがあれなんですけど、ショップが本当はねツーリングとか主催しないとダメなんですけどなかなかこう腰が重い時なんかはお客様同士が連絡取り合って結構なね台数でツーリング一緒に行かれたりとか、そういうふうなこともお客さん同士でされてたりとかですね、ですからすごくお客さん同士が仲いいですね。そして先ほどちょっとまた戻るんですが、レースもすごくお客様が手伝ってくれるという。そうなんです、もうヘルパーで8台を目指すって言った時からお客様が志願していただいてですね、うんうんうん、でまだ永久にも何もなってないのに、うん、毎回毎回レースには手伝い来ていただいたりとか、うん、で初めて8台走った時なんかは、はい、もう本当にお客様もう手弁当ですね、はあ、宿泊から何からもう全部僕たちじゃなくてお客様ご自身が手配されて、いやまあ本当にね嬉しい、愛されてますね、いやもう本当にねありがたいっていうか本当に助けられてるなっていう感じで、でそのお客様がいたから8体出れたっていうのもあるかなっていうのが正直ありますね。もともとは先ほど一番冒頭でねお話したようにこうオーバーレーシングから一つのこの事業部でその後独立されてご自身の会社になって、そしてこうやって人と人がつながって、あとやっぱりご自身が楽しむっていうことでね、で9月10月に会長になられたということですね。あ、そうですね、うん、会長になったからって言って会社に来ないとかそういうのはないんですけど、一応あの25年一緒にやってるストアマネージャーに社長っていうのをちょっと任してですね、でやっぱり続けたいんで、はい、まだ自分のエネルギーがあるうちにやっぱり世代交代っていうかですね、やっぱり更新の方にこう託してっていうかですね、潰すためにこう一生懸命頑張ってるんじゃないんで、ですから、まあ、例えば自分が65、70になった時に自分だけ食べれたらええわとか、もうそういう風になったらもう多分その会社って続かないんで、でそれがなんとなく分かってながら、うん、今一生懸命やってるのはちょっとなんかおかしいなっていう気にふとなりまして、はい、何年か前っていう感じですね、はい、だからやっぱり会社は続けるためにやってて、その続けるために今頑張ってるっていう風なところでいくと、うん、なんとなく自分が納得するかなみたいなところがあったんで、やっぱりもう早めにそのエネルギーがあるうちに若い人たちに渡してっていう風なところ でこの9月ですかね、に決断、3年前からその計画してまして、で3年目経ったんでっていう風なところですね。すぐにはちょっとやっぱり難しいと思うんで、うん、まあ、この2年3年かけてもう完全にっていう風なところかなと思ってます。素晴らしい、はいはい、今年はそういった意味ではこういろんな節目で新しい展開やご自身のね今後の潰さないためのね続けるための新しい展開、そして地元にも地域貢献にすごく今力を入れてるんだということで新しい動きが去年から始まってるということで、これもさっきの話とこう続いてて、僕はもういろんな人に助けられて四国から出てきていろいろ転々としながら鈴鹿にたどり着いてみたいなところなんですけど、もう鈴鹿で85年って言ったらそうですよ ね35年ぐらいも鈴鹿にもお世話になってますし、はい、もちろん二輪業界はもっとそれ以上にお世話になってるんで、ね、その中でお客さんね、先ほどのヘルパーのお客さん助けていただいて、デライトの創業の時からね、お客さんに助けられてってなると、本当に僕は周りの人に恵まれててラッキーだったなっていうのがあるんで、自分だけ美味しい飯でっていうのがちょっとあれですから、ちょっと世の中の困ってる人たちのなんか
手伝いができればなと思ってですね、うんうん、NPO 法人立ち上げて障害者の若い人とか引きこもりとかニートの若い人がちょっとでもこう外に出てきて、うん、で次就労に向けてね、うん、作業したりっていうのができるようにそのお手伝いできればいいかなと思って NPO 法人のスクーデリア鈴鹿っていうんですけど英語で言うとチーム鈴鹿ですね。あ、はいはい。まあ、それで鈴鹿が一丸となってとか、はい、あとは助けてもらった二輪業界とかそういうところで恩返しできればなと思ってですねそれをやり始めてますね、はい、実際この NPO 法人では就労継続支援 B 型っていうことでそうですこれどういったものでしたっけなかなかこうすぐじゃあ仕事してくださいって言ってもなかなかできないのでその軽作業から始まって、はい、毎日毎日来れる利用者さんもおれば、うん、やっぱり午前中しかちょっとできないよっていうふうなそういうふうな作業所っていうか、はい、軽作業をするような就労継続支援の B 型っていうような、ね、そういうふうなところなんですけど、はい、地域、まあ、鈴鹿なんでね、うん、知り合いの会社さんとかに声かけて、はいまあ、例えば何かパーツの付属品とかですね、はい、そういうのをこうビニールに詰めたりとか、はい、そういう仕事がないかなっていうふうなので単発でもらってきたりとかですね、うんうん、そういうふうなところでやってます、ね35年鈴鹿、はい、オートバイ業界というものへの一つの恩返しというか、はい、そういったところで地域に対してやっぱねもともとそれこそ四国から出てきて、はい、鈴鹿という地にこう足をしっかりついてまた新しいこういった展開で地域恩返しもしているということですが、はい、最後に片岡さん今後のいろんなことにねこうチャレンジして今後はもう世界チャンピオンぐらいしか夢が残ってないような気がするんですけどどこに夢があるんですかそうですね、はいまあ、一応海外というかね、はい、海外でバイクショップしたいっていう風なところもありますし、はい、会社的にはやっぱりそういう風なところベトナムの方にですねあの法人設立して、はい、最初はこうパーツの販売から始まると思うんですけどそっちの方でバイクコンプリートバイク売ったりとか、はい、ベトナムが今大型車をこうどん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 乗れるようなあれになってきてるんで、あ、そうですか、はい、そういうところでオートバイの販売店をやりたいなと思ってですね今準備してます。そうなんですか、はいはいはい、ワクワクしますね。僕20年前ベトナム行ったら株がすごいなんかね道を埋めてましたけどあの人たちが大型バイクに乗った暁にはそうですねすごいことですよね。はいはいはい、ですからそれに向けてですね、はい、準備してます。楽しそうですね、はいはいはい、ということで安藤隆司のブランドプロミス80回目のゲストは有限会社デライトの片岡誉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。安藤隆司のブランドプロミス Brand Promise. Brand Promise.日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。安藤隆司のブランドプロミス。ブランドプロミス。さあ、安藤隆司のブランドプロミス80回目のオンエアはいかがだったでしょうか。今日は本当に僕もね楽しくお話をさせていただきました。片岡さんと僕もだいぶ仲いいんですよね。もう10年以上多分お付き合いがあって、その前に佐藤さんからのお付き合いからっていうことです。この鈴鹿のオートバイの関係の方たちとは僕もお付き合いをしてるんですが、その中で本当に片岡さんってこういつ会っても元気ですごく楽しそうにしてるんですよね。で今日お話を聞いて、やっぱブランドって約束なんで、その約束するお客様たちがデライトをどう支えて、どういうふうにこう楽しむ、自分たちが楽しむためにデライトに元気になってもらって、もっともっと活躍してもらうということをお客様が支えているブランドなんだなと思いました。コロナ禍はそういったことってすごく重要になってきますよね。僕も今本当にお客様がいろんな方を紹介してくれたりだとか、いろんな仕事をね声かけたりしていただきます。こういった世の中が厳しい時とか、新しく展開する時って、ちょっとこう原点に立ち返って、自分は何をやりたかったんだろうとか、自分は誰と
で自分を支えてくれたのは誰なんだろうということを一緒見直して、その方たちと一緒に何がやれるんだろうということを考えていくと、新しいブランド作りのヒントになってくるのかなと思いました。ということで、僕アンドリージが実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していくブランドプロミス、ぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。それではここまでの相手は株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二でした。安藤隆二。ブランドプロミス。ブランドプロミス。